えー、こんにちは、速歌塾の久保です今日ね新しいセーターが届きました、まあ、この冬を乗り切るためにこの年末年始はこのセーターでちょっと過ごそうと思うんですけどね、えー、ちょっと見てみましょうか、えー、こちらですね、えー、通常はこのカンフースーツがかかってるんですけども今回のセーターはこれです黒一色で、ね、首丸くなってて、まあ、こういう感じですかなかなかツヤもいいかなと 手触り肌触りり肌もいいかなとこれがねだいたい3000円弱でえっ、ー、とヤフーショッピングで買いましたまあ、こういうふうにワンシーズンでもうへたってダメになるものこれね洗濯をねやっぱ10回ぐらいするともうトロントロになっちゃうんですよでやっぱりさすがにそれを着続けると翌年ってのはちょっときついんでワンシーズンものとしてね今年の年末年始はその3000円弱の服でまあ、何日か過ごそうかなっていう形でこれを買いました、えー、ですんで私はこういうね あの、ヨレヨレするものっていうのは最初に覚悟して買うことにしてるんですよ。これね、高いブランドものでもね、あの、まあ、毛玉である以上、縮むか伸びちゃうかどっちかなんで、も、ま、う、あ、しょうがないやと思ってるんですね。こういうのはだから、あんまり高価なものを買わないようにしてます。で、今回解説したいのはこれのことだけではないんですよ。実はね、これを買った時に封筒が入ってました。見てください。感謝って書いてますよね。はい。非常に丁寧な、 ブランドなんで私も大好きなんですけども、どのぐらい丁寧かというとね、中に入っているお手紙がこんな感じです。黒地にね、白で書いてます。で、これ、社長さんですかね。ちょっと、コアモテ系の。まあ、お察しの通り、ヤクザ系、オラオラ系のショップなんですよ。でも私ね、ここが好きでね、ずっと使ってるんですよ。うん。ね。ここに、丁寧にご挨拶書いております。まあ、この、なんか、 大文が書いてますすけど大丈夫ですか、ねはいまあいわゆるヤクザ系スーツを販売してる店なんですけどもその中の一部に今みたいなねあの小物があったり以前私も買ったのサムエがあったりとかあとジャージとかがあるんですよねどれもちょっと変わったデザインでございますまあちょい悪系というかね極悪系のもう私なんてのはいやちょっとねもう目が離せないビーバップスタイルだというところでございますもう一つ手紙が入ってましたそれは担当者からの こういった、えー、お客様へというねご案内状ですこれを書いてくださった女性がでチャーミングな方ですよねはいたった一つしかこうやって今回みたいに買わない時でもしかも価格も3000円くらいですよでこういう時でもちゃんとこうやって手,手紙を添えてね えー、ご連絡いただけるというのは非常にありがたいことだなと思いますし、私もこの店結構リピートしてるんですけども、今回はね、発注単価が一番安かった方です。1着しか買ってないですから。通常はね、やっぱり1万円超えるような発注にさせてもらってるんですよ。ですから、3着とか4着とか買うようにしてるんですけどね、今回はこれだけだったんですけども、でもちゃんとね、こうやって丁寧にやってくださって、いや、嬉しい限りでございますね。えー、まああの、こういったところなんで、 丁寧に使わせてもらおうかと思います。皆さんもお気に入りのアパレルショップございますかねじゃあ、もうすぐライブ放送、朝のライブ放送始まりますんで、一旦失礼します。